前回はワード、エクセル、パワーポイントに画像を挿入する方法をご紹介しました。今回は挿入する画像の透過処理について2通りご紹介します。背景が白、透過、透明色を指定、この3種類を使い分けます。1つ目の方法は画像透過ツールというサイトで透過します。透過するイラストはすでにピクチャーに保存してあります。ではインターネットを開きます。検索ボックスに画像透過ツールと入力します。エンターで検索です。一番上の画像透過ツール、こちらをクリックです。ここに画像ファイルをドロップするか、参照からローカルファイルの画像を読み込みますとあります。今回はドロップするやり方ではなく、読み込むやり方を実行します。ファイルを選択、こちらのボタンをクリックです。ピクチャに保存してあります背景白バラ、こちら準備してますのでダブルクリックで開きます。下の方にスクロールします。色の許容値、こちら今回10ぐらいにしてみます。で、隣接、こちらにチェックです。上の背景のイラスト、この白いところをクリックします。透過されました。で、少し下にスクロールして画像化、こちらのボタンをクリックです。で、今画像化されたこちらのイラストを保存します。右クリックです。名前をつけて画像保存、ピクチャに保存します。こちらを分かりやすく透過バラとしてみます。エンターで保存です。インターネットは閉じておきましょう。では今透過処理したイラストを文章に挿入してみます。挿入、画像、このデバイス、ピクチャに保存していますのでピクチャを開きます。こちらをダブルクリックで開きます。透過されてます。サイズを小さくしてみます。文字列の折り返しは全面にしてあります。2つ目の方法はイラストをワードに挿入してから白い部分を透過させます。挿入、画像、このデバイス、背景白いバラ、ダブルクリックで挿入です。イラストを選択している状態で図の形式タブ、色、下から2番目の透明色を指定、背景の白いところをクリックします。そうしますと白い部分が全部透過されます。サイズを小さくしてみます。こちらも文字列の折り返しは全面です。ここでは2つの違いがあまりよく分かりませんので、先ほどのスヌーピーの画像に切り替えます。1つ目の方法で透過した分はこちらになります。2つ目の方法で透過処理した分が右の方です。白い顔や体まで透過されてしまうということです。少しややこしいのですが、実際に操作して理解していただくと使い分けができるようになります。念のため下の概要欄に画像透過ツールのリンクを貼っておきます。今回はダウンロードしたイラストの背景を透過する方法を2通りご紹介しました。以上です。